true artists. Let's get it, yeah, let's see what we can uncover. One that defines your world, gives you truth and life. One that excels, special, reminder to guide your way through this shadow world. こそベルベットルームへ。おお、これはまた変わった定めをお持ちの方がいらしたようだ。私の名はイゴール。お初にお目にかかります。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。本来は何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる部屋。あなたには近くそうした未来が待ち受けているのやもしれませんな。どれ、まずはお名前を伺っておくといたしましょうか。なるほど。ではあなたの未来について少し覗いてみ。占いは信用されますかな。常に同じにカードを操っておるはずが、まみえる結果はその都度変わる。まさに人生のようでございますな。おお、近い未来を示すのは塔の正位置。どうやら大きな災難を被られるようだ。そしてその先の未来を示しますのは、月の正位置。迷い、そして謎を示すカード。実に興味深い。
あなたはこれから向かう地にて災いをこむり、大きな謎を解くことを課せられるようだ。近くあなたは何らか契約を果たされ、再びこちらへおいでになることでしょう。今年運命は節目にあり、もし謎が解かれねば、あなたの未来は閉ざされてしまうやもしれません。私の役目はお客人がそうならぬよう手助けをさせていただくことでございます。おっと、ご紹介が遅れましたな。こちらはマーガレット、同じくここの住人でございます。お客様の旅のお供を務めてまいります、マーガレットと申します。詳しくはお祝いにいたしましょう。ではその時までごきげんよう。スリムケロリーマジック、はい、ではいよいよ今最もホットな話題、山のバイビングリの情報。歌手と結婚して女子アナと振るってすごくない？政治家ってそんなモテんの？金とかコネとかなんじゃない？やっぱ経済力と政治力なんだよね。どういう歌とか苦手だな。みんな知ってると思うが、3月いっぱいでこいつが転校することになった。聞いてないんだけど。マジで。ほら聞けお前ら、話終わってないぞ。おーい、こっちだ。おう、写真より男前だな。ようこそ稲橋へ。お前を預かることになってる堂島良太郎だ。お前のおふくろさんの弟だ。一応挨拶しておかなきゃな。おむつ変えたこともあるんだがな。こっちは娘の七子だ。俺、挨拶しろ。こんにちは。
こいつ照れてんのか。いて。さて、じゃあ行くか。車こっちだ。ねえ、落ちたよこれ。別にいい、拾っただけだから。おい、どうした？トイレ一人で行けるか？うん。奥を左だよ。左ってわかる？お箸持たない方ね。わかるってば。どこかお出かけで？いや、こいつを迎えに来ただけだ。都会から今日起こしてきてな。へえ、都会からすか。ついでに満タン頼む。ああ、レギュラーでな。はい、ありがとうございます。一服してくるか。君、高校生？都会から来ると何もなくてびっくりっしょ。実際退屈すると思うよ。高校でさ、うち今バイト募集してんだ。ぜひ考えといてよ。学生でも大丈夫だから。おっと、仕事しないと。大丈夫？車酔い？具合悪いみたい。どうした？大丈夫か？長旅だったろうからな。ま、無理もねえさ。散歩がてらその辺でも見てきたらどうだ。戻ったら声かけてくれりゃいい。